止め結び止め結びとは、ロープの中ほどにコブを作る結び方の一つ。一重結びとも言う。結び目理論における三つ葉結び目と同じ結び目である。世界最古の結びとして紹介されることもある。止め結びという用語は、ストッパーノット全般を表す言葉として使用されることもある。止め結びの結び方止め結びは、ロープの結び目を作りたい位置に小さい輪を作り、 同端をそのループに一度通してから引き締めることによって得られる。止め結びは、ロープ自身を芯とみなして、一結びを施したものと解釈することもできる。ただし、ここで言う一結びとは、交点に荷重がかかるように芯に一重の薪を施すことという意味である。また、何らかの芯にロープをかけた上でそのロープに止め結びを施すことによって、筆チとして使うこともできる。 この筆地のことを人結びというが、これは前の段落での人結びとは意味が異なる。さらに、この筆地を止め結びと表現することもある。筆チとしての止め結びから芯を引き抜けば、ストッパーノットとしての止め結びになることになる。正確には、止め結びには左回りと右回りの2種類があり、これらは結び目として異なる。同じ向きの止め結びを2回繰り返すと縦結びになり、 異なる向きの止め結びを2回繰り返すと横結びになる。ストッパーとしての止め結びストッパーノットとしてロープを引っ張る時の握り手として活用したり、ロープが穴から滑り抜けるのを防いだりすることができる。例えば滑車の滑り止めにしたり、フライフィッシングでリーダーリンクにフライラインとリーダーを結びつける時などに使うことができる。ただし止め結びによるコブは小さいので、 大きい穴に対するストッパーが必要な時はより大きなコブになる別のストッパーノットを使う必要がある。また、ロープの端の近くに留め結びを施すことによって末端処理に使うこともできる。結びの中では強度が低く結んでいないロープの40から45%程度とされる。結ぶ時最後に同端をループから完全に引き出さず、 いわゆる引き溶けの状態にしておけば強度は少し大きくなり45から50%となる。止め結びにはきつく締めてしまうと解くのが難しいという欠点がある。特に水に濡れるとほどけにくくなる。ヌカタイワオの研究によれば、止め結びは日本において犯罪に使われる結びの中で最も高い割合を占めるとされる。滑り止めなどのため、一本のロープに等間隔に、 複数の止め結びを作るための一重続き結びという方法もある。ドイツの町バイスドルフやイギリスのキール大学の紋章には止め結びがあしらわれている。また、止め結びをかたどった彫刻作品も制作されている。ありがとうございます。